来てくれてありがとう。呼び出しちゃってごめんね。今日の誕生日会の前にどうしても渡しておきたいものがあって、これなんだけど。この衣装についてるバッジをモチーフに、私も折り紙でバッジを作ってみたの。みんなに支えられて今日この日を迎えられたんだって感謝の気持ちを込めたお手紙もバッジの中に入れてあるんだよ。ああ、ちょっと待って、ここでは読まないでね。なんでって、やっぱり恥ずかしいから。まあ、ところでこの衣装似合ってる？ちゃんと着こなせてるかな？ありがとう。お誕生日だから特別感を出したいよねって小鳥ちゃんが用意してくれたんだ。色違いでみんなの分も作ってくれてるんだって。すっごいお誕生日プレゼントをもらっちゃった。みんなのお誕生日をお祝いしたらこの衣装でライブができそうだよね。お誕生日をテーマにしたライブ楽しそうだな。え、今から？ちょっと恥ずかしいけど、あなたが手伝ってくれるならここでやってみようか。